今日のビールとおつまみは、ビールは静岡造り一番搾り。暗いな。静岡の誇りを限定醸造で、おつまみはシンゴジラの、ちょっと暗いな、バリカツオくんのシンゴジラバージョンですね。ではビールの方開けます。あ、5時になった。今日はすごい暑かったんで、ビールがすごい美味しいはず。さっき草刈りもしたんで、いい汗かいて。おお、色は真っ黄色。ビールらしいですね。ナンス。ああ、うまい。めっちゃうまい。あっさりしててうまい。ああ、いいね、これ。おい。でも、静岡造りって書いてある。横浜工場製造って書いてある。ちょっとすみません、息子さん、これ開けてください。ねえ、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 あ、CM やってる？うん、あ、辛っ！これがカツオの焼津港のカツオ、うん、焼津港で揚げされた、うん、あ、これも完全に静岡だね。辛っ！うん、焼津で作ってんだよ、これ。そうなんだ。辛いか？辛い。うん、バリバリしてる。あ、ごめん。もう一個。もう一個。ちょっと。さっきね、息子さんからね、質問があったね。ゴジラのこの体はなんでこんなゴツゴツしてるのかっていう質問があって。アメリカの放射能実験、原爆実験か。によって、このように皮膚がドロドロのケロイド状になっているそうです。で、古い方の、古いというか、ゴジラが作られた初期の頃のっていうのは、ゴジラが太平洋戦争で亡くなった兵士たちの英霊であるっていう説が SF ファンの間ではあるそうですと岡田斗司夫が言っていました。なので、YouTube チャンネルの方の岡田斗司夫チャンネルで、岡田斗司夫ゼミかの方でね、岡田斗司夫さんがそのように語っていました。へえーと思いましたね。まあ、余談ですが。でもビールにすごい美味しいあって、いいですね。この組み合わせはいいですね。最高の組み合わせだなと思います。